シングルグレードで500万円超の大台に。セダンこそが車の真骨頂と考えの皆さん大げさなタイトルすみません。3月某日、箱根で新型、アコードに乗る機会があったので、軽くご報告です。先代の10代目アコードは日本では2022年2月発売と。モデル末期、 北米デビューは2017年に日本に導入されました。EX4227,273 円のシングルグレード展開で、月板目標は300台と控えめ。この10台目は同年の9月に、11台目アコード、北米では2023年発売、絵の切り替えを理由に生産終了しています。 そして2024年3月、待望の11台目の新型アコードが日本でも発売されました。今回もハイブリッドモデル E、HEV、FF のシングルグレード展開で、価格は544万9400円と約120万円ほど上級以降、目標販売台数はさらに控えめな200台で、北米メディアなどで、 のきなみ高評価を受けている状況からすると、少し意外な気もします。とはいえ、世界発売に遅れること約1年と、先代よりはずっとスムーズに日本導入された背景には、ホンダの前向きな姿勢があると期待したいと思います。ドイツ車やクラウンとは侵略のアプローチ。そんな新型アコードの第一印象は極めて控えめ。 ルーフラインをリア側に引っ張った伸びやかなファストバックスタイルに、アウディのスポーツバック的な手法を感じさせたりもしますが、上下に薄いヘッドライトとあえて、ブラックで仕上げた飾り気のないフロントグリルの組み合わせなどは、昨今ますます厚化粧になりつつあるドイツ車や、国産セダンのオス、クラウンなどとは、 侵略のわかる人にはわかる的なアプローチを感じさせます。運転席周りに操作系をシンプルに整理した水平基調のダッシュボードも、クリーンでノイズのないデザインで、随所にソフトパッドが使われ、ステアリングの本革の手触りや、本革のシート表皮も500万円旧セダンにふさわしいもの。一方、 パッと目につくギミックのようなものは、センターコンソール中央に配置された空調オーディオ照明など、集中コントロールする液晶がはめ込まれた大型ダイヤルと、インパネやドア、センターコンソールに配されたアンビエント照明ぐらい、Google アプリが使える12.3インチのインフォ画面や、 10.2インチのフルデジタルメーターといったモダンな装備も備わりますが、ミニマルなデザインの成果主張は控えめで、一部のオーナーにとっては500万円台半ばの投資をした見返りのキラキラ感や、同打感に欠けると判定される可能性はあるかもしれません。世界が認める実力派セダンは日本でも成功するか 乗ってみると走りや乗り心地の洗練度が印象的です。新型アコード、まずは全体の動的質感や操縦フィールが極めてスムーズで自然。ハイブリッドシステムの E、HEV はほぼ全域でエンジンが発電に徹する電動フィールが特徴ですが、高速クルーズでは直結モードも使用。 アリダントランスミッションを模したスポーティーで一体感のある加速が演出され、エンジン車のような気持ちよさを持ち合わせています。そしてカメラマンとジャーナリストの3人乗車で向かった足の子スカイラインでは、コーナー後半にかけて R がきつくなりステアリングを切り足すシーンで、ドライバーの意図通りに切り出した分だけノーズが内側に向く懐の深さが見事で、 おおこれがカーブ内側前輪をブレーキとモーターで強調制御して、前輪グリップを高めて旋回性を上げるモーションマネージメントシステムかという感じに盛り上がります。ドライブモードによって標準装備のアダプティブダンパーが性格をガラリと変えるのも見物で、スポーツモードではしゃっきり、コンフォートモードではしっとり上質な乗り心地と、 tpo に合わせて使い分けが可能。鉱石の居心地や乗り心地も優秀で。家族や友人を乗せるときはコンフォートモードを選ぶと、ドライバーとしての格が上がること受け合いです。さて結論ですが、乗って安堵走らせてみると実に懐の深い E 車で。 口うるさいジャーナリストの面々をうならせる上質感が随所に感じられるアコード。北米をはじめとする世界市場でセダンの太鼓板として評価されているのも納得です。この車を選ぶドライバーは、下の肥えた車趣味の有段者という感じでしょうか。一方、走行フィールの奥深さや洗練された使い勝手よりは、 押し出し感やキラキラ感のあるデザインや、話題性のあるギミックに引き寄せられがちな日本のユーザーは、わかりやすい新世代感をまとったクラウンなどに目移りしてしまう可能性はあります。ファミリー目線ならミニバン、アクティビティや今風の車選び目線なら SUV が選ばれる日本では、200台という月版目標もやむなしでありましょうか。 セダン苦境というのは今や日本に限った傾向ではありませんが、車趣味が世界のスタンダードと大きく異なる日本で、土直球の正当派セダンである世界のアコードが、どのように受け入れられるのか、引き続き注目したいと思います。